レジットのメンバーの誰かと練習終わりにご飯行くぐらいしか最近できてなくて、でその練習も最近は午前中9時から10時からとかが最近多めなんで、結構早起きな生活が続いてる毎日です。あんまりなんか東京満喫って感じではないんですけど、よくいるのは、まあ、渋谷周辺と海にめっちゃ行きます。週に 3,4 回で、まあ、6時間程度と、まあ、午前の時は3時間ぐらいで、午前から、午前の9時から夜の9時までやる時もあります。ダンス嫌いにならないですよ。なんかちゃんとメンバーとかダンスの友達とダンスで遊ぶ時間があれば嫌いにならないです。エナなんですけど、みんな一緒ぐらいです。もうエナはアホみたいに仲いいんでなんですけど、全員仲いいです。意味わからんぐらい仲いいです。家族みたいな感じなんで、1ミリも気使わんし、まあ特別な存在ぐらい。いやー、なんかそのレジットのリーダーの匠がメインで作ってくれたんですけど、まあなんか全員で構成とかも試行錯誤しながら、自分も協力したり全員のメンバーが協力して作ったんですけど、コンセプトは全部匠が決めて、結構その意味的にも深いというか、今までのその前回のレジットから今までにかけてのこの心境だったりをこう表現している作品なんで、なんかまあ自分たち的にも結構心に残るというか、感動するショーケースです。まあ結果がどうあれ、あのショーケースはすごい好きです。 D リーグに関してはもう前回負けまくったんで、さすがにメンタルきました。もうメンバー全員やばかったですね。あ、もう諦めなかったんですけど、ありますよ。全然ポジティブはポジティブなんですけど、あ、くよくよはしないです。くよくよはもうないかな。直感で生きてます。すごい信頼してて、自分が尊敬できるメンバーしかいないのに悔しい結果しか出なくてっていう、自分だけじゃないから結構メンタルきてたのかな。この前もレジットのメンバーでみんなで海行って超楽しかったし、はい、まあ海にいます、いつも。とりあえずこの前ナイキさんからお話をいただいて、オンザフロアっていうダンサーにフォーカスをしていただける企画があって、そこの3人のうちの1人にこう選んでいただいて、大きい企画だし大変な撮影でした。多いですね。なんかチームとしても多いし、個人としてもまあ増えてきてるしみたいな感じです。第2ラウンドもレジットの思いが詰まってるショーなんですけど、表現っていうよりかはまっすぐ伝えてる感じのショーで、まあそういうレジットの思いとかに注目して見てほしいですけど、見てほしいです。頑張ります。